ギガも端末も買うだけ、即席モバイル Wi-Fi、 インスタント Wi-Fi のご紹介です。こちらのインスタント Wi-Fi は実はジャパンカーレスキュー、就職したい企業第1位、ジャパンカーレスキュー広報部エリです。今日ご紹介するのはこちら、月額契約じゃない、ギガも端末も買うだけ、即席モバイル Wi-Fi、 インスタント Wi-Fi のご紹介です。月額不要、契約不要、返却不要の端末となります。購入すると最短で翌日から使えると書いてありますので、こちらを詳しく見ていきたいと思います。ジャパンカーレスキューではカー Wi-Fi などいろいろな動画を投稿しておりますので、よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速こちらのインスタント Wi-Fi 見ていきたいと思います。実はこちらのインスタント Wi-Fi、 おすすめしたい点がございます。契約不要のモバイル Wi-Fi ルーターというのはいろいろな会社から発売されておりますけれども、こちらのインスタント Wi-Fi は初期費用が安くすります。本体購入代と100ギガセットで購入した時の金額が業界最安値クラスなので、モバイル Wi-Fi 買いたいんだけどちょっと費用的にどうしようかなと悩んでらっしゃる方は、インスタント Wi-Fi がお安く始められますのでおすすめしたいと思います。機械必要の Wi-Fi ルーターとして屋外等でも使えますし、カー Wi-Fi として使っていただくこともできます。スマホやタブレットなど QR コードを読み込んで Wi-Fi 接続簡単にできますし、またカー用品のオッドキャストと合わせまして、ディスプレイオーディオで動画を見たりするような時にですね、 Wi-Fi として使っていただくことができます。デメリットを挙げるとしますと、こちら初期費用は安く済むんですけれども、追加ギガ購入が若干他社さんよりはお値段が高めに設定されております。ただしお安くギガを手に入れる方法もあります。端末購入時には365日間使えるギガをチャージして使うんですけれども、追加で購入する場合は365日データ有効期限30日と分けて買うこともできますので、そうするとまとめて買うよりは少しお安くギガ買うことできますので、まとまったお金を一気に払いたくないな、だいたい早く使い切っちゃうんだよなという方は、そういうプランもご用意されてますので、その点が他のチャージ型の Wi-Fi ルーターと違ってくる点かなと思います。それでは実際に箱を開けて開封していきたいと思います。それではインスタント Wi-Fi 開けていきたいと思います。 4G グローバルモバイル Wi-Fi と書いてあります。こちらの Wi-Fi は 5G には対応しておらず 4G で使うことができます。公式サイトに載っております通り、対応回線が 4G LTE ということで、国内利用回線ドコモ、 au、 ソフトバンクとその時々に応じて一番回線状況のいい回線を選択してくれます。海外利用可能です。端末通信速度が下り 150Mbps、 上り 50Mbps ということで、十分動画等視聴していただいて問題ない速度が出るようになっております。では開封していきます。結構しっかりめの箱に入ってます。中身こちら本体ですね。電源ボタンが右側面です。 USB-C で充電することができまして、ここに SIM カードを入れることもできます。この部分が充電ケーブルを挿した時に光る LED のライトとなってます。 SN と IMEI ということで製品の番号等が載っております。充電用のケーブルもついております。コンセント部分はついてませんので、 USB-A から挿していただきまして、 USB-C で本体につなぐというタイプです。シールがついてまして、 SNSSID と Wi-Fi のパスワード IMEI がついております。本体に貼っていただいてもいいですし、本体画面上にパスワード出てくると思いますので、いらないよという方は保管しててください。グローバルモバイル Wi-Fi T8 ユーザーマニュアルということで、ユーザーマニュアル入っております。英語と日本語で記載されてます。中国語も入ってます。韓国語もついてました。グローバル Wi-Fi ということで、海外の Wi-Fi ギガも購入することができるので、いろんな国の言語で書かれております。では電源入れていきます。このボタン長押しします。
即時開通モデルになってますので、今回100ギガをセットで購入してましたので100ギガバイトが即チャージされました。こちら画面を触って操作とかっていうのはできないですね。フィルムがついてまして、ここ英語でこう書かれてるので外していいのかなって不安になる方いらっしゃるんですけれど、これ外して大丈夫ですので外しましょう。本体かなり軽いです。私の年代がバレてしまいそうですが、ちょうど昔の iPod ぐらいの大きさ、重さもそれぐらいですかね。ちょうど iPod ぐらいです。操作としましては、こちらで画面オンします。でこのボタンをクリックしていくことで SSID、 パスワード、セット、Wi-Fi ということで QR コードも出てまいります。マイページということで、追加ギガを購入する際にですね、マイページからご購入いただきますと24時間即時チャージということで、マイページに登録していただいてギガを購入すると24時間即時追加ギガを買うことができます。かなりシンプルな機械となっております。軽いので持ち運び用にとてもいいかなと思います。携帯とかでセットで持つとこれだけで結構重くなると嫌だと思うんで、まあ、重さは若干 iPhone11 の方が重いかなぐらいの重さですかね。質量 100g ということでかなり軽くなってます。サイズが 64mm、110mm、13mm、 ディスプレイサイズが 1.44 インチということで、ディスプレイはそんなに大きくありません。ではこのセット Wi-Fi を使って QR コード読み込んでみます。はい、接続。これで Wi-Fi 簡単に接続できます。充電もですね、先ほど1時間半程度ですかね、充電していて、だいたいマックス充電になってますので、端末自体が非常にシンプルなので、なんとなく充電の持ちは良さそうかなっていうところですね。同時接続が最大8台、連続通信時間が15時間と出ております。電源を入れた状態でこちらのボタンを15秒間長押ししますと、本体をリセットし再起動されます。何か本体に不具合があった場合はこのリセットをご活用ください。では今度はマイページ読み込んでみたいと思います。カメラ起動しまして、それではマイページにログインしていきましょう。マイページへのログインのアカウント ID とパスワードは、商品の梱包の時にマイページに関する情報を記載した紙を同封されていますので、そちらをご確認ください。ということで、アカウント自分で設定するわけではなく決められておりますので、そちらの紙を見て入力してください。マイページへのログインアカウントやパスワードがわからないという質問が結構あるようです。商品梱包時にマイページに関する情報を記載した紙を同封されているんですが、もし ID やパスワードがわからなくなった場合はですね、公式サイトのよくある質問の中にマイページからのデータチャージ方法はということで記載されております。アカウント ID、 パスワードがご不明な際はお問い合わせフォームまたはカスタマー窓口へお問い合わせくださいと載っております。メールで問い合わせていただいてもいいですし、電話でお問い合わせいただくと素早く回答いただけるかと思いますので、電話で問い合わせていただくといいと思います。初期パスワードは申し込み者の電話番号になっておりますので、そちらも入力してください。これでログインをします。そうするとデータ使用量 0.2GB ということで出てまいります。ちゃんと使用量も出てきてますね。有効期限もちゃんと載っております。残り339日と出ております。データ管理追加ということで、データを追加購入することができますけれども、クレジットカードを登録しないとできませんので、クレジットカードの登録をお願いします。今回は登録はしませんけれども、登録して購入してください。他の支払い方法を選択したいという方はですね、公式ストアやヤフーショッピングをお選びいただくといいのかなと思います。ただしですね、マイページで購入するメリットがございます。マイページから購入することによって24時間即時チャージされます。公式
サイトやヤフーショッピングからの追加ギガ購入では、平日15時までの購入で最短即時チャージとなってます。マイページ経由だと24時間即時チャージされますので、データ使用量なくなりそうという時は、マイページからの購入をおすすめします。海外データプランの追加というのもございます。海外データに関しましては、マイページからしか購入することができませんので、海外ギガ使いたいという方は、必ずマイページでログインしていただきまして、クレジットカードを登録して、海外ギガ購入いただきますようお願いいたします。1日 1GB、1200円で使うことができます。対応している国は129箇所もありますので、かなり多くの国で使うことができます。頻繁に海外に行くわけではないけれども、海外もたまに行くなという方は、持っておいて損はないかなと思います。アカウント管理で電話番号が嫌だなという方はですね、アカウント情報よりパスワードを変更して電話番号でなくすこともできますのでご安心ください。こちらの端末、残念ながらですね、難しいことは書かれてないので、まあなんとなくわかるといえばわかるんですが、機種自体は日本語には対応しておりません。英語になっております。リメイン 99.99GB ということで、残りギガ数ですね。で、トータルが 100GB だったよと。スピードは速いですよと出てます。セット Wi-Fi と。マイページ、全部英語なんですね。メーカーさんによりますと、こちら日本語対応に向けて、こちらの機種を作っている会社に問いかけているっていうことですので、日本語対応される可能性もありますけれども、現状では英語のみの表記となっております。重要な情報としまして、箱捨てちゃうよっていう方いらっしゃると思うんですけど、蓋のここにですね、この部分になんと、IMIE、MAC、SN、SSID、Wi-Fi パスワードということで、全部重要な情報を載ってますんで、捨てないようにご注意ください。撮ってた方がいいですね。撮っとくか、写真に撮っておくといいと思います。実はこのボクシー、社内 Wi-Fi をトヨタさんから公式で発売されているものを購入することできるんですが、今回は購入してなかったので、こちらの車両を使っていきたいと思います。カー Wi-Fi としてお使いになるのであれば、そういったメーカーから純正で発売されていないという方にお勧めしたいかなと。思います。トヨタさんでしたら、ヤリス、ヤリスクロス、アクアといったような車種ではディスプレイオーディオなんですけれども、車内 Wi-Fi というのが準備されておりませんので、別途こういったオッドキャストなどを使いたい時に Wi-Fi を用意する必要があります。そういった方にインスタント Wi-Fi おすすめしたいと思います。車種によっては車内 Wi-Fi 準備されている場合はですね、 T コネクトの基本会員と月額料金で Wi-Fi 使い放題の方がおそらく費用的にはお得かなと思いますので、ディスプレイオーディオ車でポッドキャスト等を使いたい方、そしてメーカーからの車内 Wi-Fi が準備されていない車種にお乗りの方におすすめしたいと思います。では設定から Wi-Fi 設定していきましょう。ネットワークとインターネット Wi-Fi オフになっているのでオンにしましょう。接続されていませんと出ますので、ここでの SSID2812 のやつですね、これに接続します。ということで無事 Wi-Fi 接続できました。これをすることによってですね、YouTube 見ることできます。こんな感じで YouTube を見ながら走行していくことができます。キャンセラーの代わりになりますので、動画を楽しみながらですね、走行することできますけれども、実際に映像を見るのは同業者の方が見るようにしてください。100GB ってどれぐらい使えるのかというところで、公式サイトに目安が載っています。100GB ですと、YouTube で約185時間、Netflix 約140時間、Zoom 165時間ということで、30日間で使うなら1日 6.0 時間、Netflix で 4.6 時間、Zoom で 5.5 時間と載っております。前後はあると思いますけれども、これぐらいの動画が見られると思っていただいていいと思います。この Wi-Fi ですけれども、使わないときは電源を落としておきましょう。常に最適な電波を探しておりますので、どうしても充電の減りというのは早いかと思います。Wi-Fi で最大8台繋ぐことできますけれども、繋いでいるときもですね、充電使っていきますので、そんなに起動時間
長くなかったんですが、若干ですね、電池のマーク減ってきてるかなっていう感じです。インスタント Wi-Fi のおすすめの購入方法というのがあります。それは、公式ホームページや Amazon でも売られてはいるんですけれども、Yahoo ショッピングでお買い求めいただくのが一番お得です。レビューキャンペーンというのをやっておりまして、レビューを投稿しますと追加10ギガもらえますので、ぜひ購入しようと思っている方は Yahoo ショッピングでお買い求めいただくといいかなと思います。この端末も Yahoo ショッピングで購入しまして、まだちょっとレビューは投稿できてないんですけれども、レビューしたら10ギガチャージされます。月額契約ですとギガを余らせてしまうことあると思うんですけれども、そういった心配がありません。またレンタル契約でもないので買い切りで返却等も不要です。旅行や出張、アウトドアや別荘などでご利用いただいてもいいですし、最近ディスプレイオーディオ車増えておりますので、カー Wi-Fi として使っていただいても大丈夫です。リモートワークでも活躍するかと思います。緊急時の予備機として、スマホに通信制限がかかったり、引っ越しの時のつなぎ回線としたり、また入院の時などですね、そういった時にお使いいただいてもいいです。ポイントとしてはすごく軽いですので、いいと思います。1日単位で購入いただける海外プランというのも方法があります。プランはマイページ経由でのみ購入いただけます。購入時は事前にクレジットカードの登録が必要になりますということです。以上、月額契約じゃないギガも端末も買うだけ即席モバイル Wi-Fi インスタント Wi-Fi でした。概要欄の方に購入リンク貼っておりますので、そちらからどうぞお買い求めください。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。動画見てくれておきに。ほなねー。